はい、こんばんは、ひゅえです。では、ゴーストリコーンブレイクポイントを続きやっていきましょう。まあ、前回の続きですね。前回の短かった？それはね、俺がトイレに行ったからだよ。結構ね、飲み物を飲みながらやってるからね。おしっこ近くなりますよ。さて。まあ、とりあえず2番目のというか3番目のやつ、これが全く分かんないけどね。まあここがこの山だとしたら、今いる山だとしたら、そこから見える場所なんだろうなと思うんだけど、偵察ドローン使わないのがこうもどかしいとは思いますが、いいんですよそんなの。スルテとブラックマウント、まあどっち方向から見てるかによって変わってくると思うんだけど、この辺も怪しいなぁ。ここも怪しいね。ここじゃねえか？もしかして。まあ、先に分かってるとこから攻めろって言ったら、その通りなんだけど。まあ、ここにファストトラベルしたいところだ。ここにファストトラベルしたら、まあ、いいか。ここにファストトラベルしたらね、あのヘリがこう今なんとかこうヘリまで戻れたけど、向こうあその島にヘリがあるかどうか分かんないからね。まあまあまあ、なんか西側の海岸線からケーブルが通じていてとかそんな話だったよね確か。高っ、何ここ、めっちゃ高い、標高高いけど、めっちゃ標高高いけど、あ、これのこと、ここっぽい、ちょっと向かってみようか。その前にちょっと見てみよう。まあまあ、偵察ドローン使わない縛りだからね。やっぱ落ちる、落ちる、危ない危ない危ない。スナイパーライフルのスコープ越しに、あ、そうだ、クラスを変えたい。なんか見てたらエシロンっていうのが面白そうだからね。いや、攻めてる顔してないね。常に緊張感が大事なのかもしれないけどね。まあこのガレージでヘリコプター出すのって私なんだけど、あれ。エシロン、とりあえずまずこれでいいかな。
片付けると今すぐ出発と。そこにヘリが出てきた。最初からあった。まあヘリ使った方が早いだろうけど、もうここ一応徒歩でね、少しマップを埋めていきたい。あんまり空高いとマップが埋まんないからね。どや、ここからどや。いけるか。違うっぽい。あそこじゃないっぽい。え、あそこじゃないっぽい。俺もなんか間違えた。ちょっと待って、何か間違えた。西部の海岸沿いに別の侵入経路があっちってことか。分かんない、侵入経路がここかどうか。あ、待って、下になんかちょっとそれっぽい建物あった。いや、ないね。ないよ。ボロい灯台しかない。はて、ここか。ここのここだって。ここじゃない。ちょっと待って、侵入経路とここじゃない？あれは船で行った方がいいんだよな、きっと。ちょっと見える？ここからって。見えない。見えない。さすがに見えない。なんとか確認できないかな。ドローンっぽい起動音がするんだけど、あれなんだろう、モーター音なのかな、ドローンの。あ、ドローンあった。ピストル。ショックピストルって今一発しかないのかな。AB1 で使用。一発しかないっぽいな。そして結構範囲攻撃だもんね。エシロンそのものはハンドガンが強いってこと。それはどういう、まあステルスだったら別に
スナイパーでも何でもいいんだろうけどな。いや、今チルってなったよ。でもほぼこれでしょ、合ってるっぽくない？まずはもしくは合ってないにしても別にこの中にこうなんかお宝があったら結局儲けもんだし。あやっぱ船じゃないときついんじゃないか。目標達成したか。え、達成したのか、見つけたのか今。え、船で来るべきだったんじゃない？敵いるし。敵超多いし。え、ちょっと待って。どっから行く？すげえ見つかりそうだよ。すっごいメタルギアしないと。え？アウト？Signs of enemy activity. I'm going to sweep the area. I'll help look. Enemy forces are attacking. Find them. Contact, contact. Watch out. Copy that. So you do.そう結構、まあ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 じゃないよね。欲張るとダメ。面白そうだけどな。あ、完全に見えたね。あの侵入路はもうここしかないっていう認識？見つからずに行く方法ないと。登りたい。
りあえずソナーマーキングして、見られた方に打つのね。結構大変だな。あべ、なんでグレネード打ったの。面白いけどむずいな。面白いけどむずいな。というかメタルギアだな。さて、別の入り口じゃないとこから行けたりしないとか、逆に逆にだよ。やべ、ハンって言われた。どっから見つかった？Be on alert. I see hostile forces. Light those guys up. そこね。おお。Unless you want it to go really bad, tell me how to infiltrate the comm center. I got nothing more to say. Please, don't hurt me. スカウト。ボートでたどり着ける。結局ボート。情報は
まあ、いらんかったかな。ていうかボート行ったらバレるもんな。あーでも向こうに敵が行ってくれたからちょっとあれになった、楽になった。アウトなった。Enemy contact! Roger. Boys, did you see him drop him? Yeah, let's move.大体もうストレスじゃなくなったらエシロンの意味ないんじゃないだろうか。何それ何それ何それ。めっちゃ平和なの来てるでしょ。
間違えた。あれ？なぜ？なぜサーマルが使えない？そういうクラスなんだろうか。サーマル使うんだったらソナー使えってこと？ここは正しいあれね。はいはいはい。まあ確かにハンドガンが一番強いのかもしれない。このクラス。からけども世界だったんだ。なるほどね。この下は何だ？単純にデッキにつながってるか。なるほど、ここにつながるのね。おお、またスナイパーライフル手に入れちゃった。
キャラ出れんの？で、出れるのか。でも開いてない。同じとこから出るしかないのか。あそこが開けばな。てか上にいる人たちはさ、ここがもう全部荒らされた後ってことを気づいてないってことかな。無視安全だって聞かれない。完全に気づいてねえな。楽にリラックスするとしようぜ。今まで開いたってこと？違う？違うのか。よしよしよし。そしたらこっから出れると。イエーイ。うん、オッケー。あれ？ハイパーの人ね。さて、次、複合、施設データファーム。そうね。ここが怪しいのかな？いや、わかんないよ。本当にこの手がかりが これだけでしょう。夜間に青い光が灯る施設。夜間でしかも空から見ないとわかんないとか、そんなあれでしょう。それじゃちょっとな。ただ奥に山がやっぱ見えたから、それがまあここの山だとして、ここだとして、それは北側なのかどこだか分かんない。あ、こっちにもそういう施設あんの。ああ、待って、こっちよりもなんか施設っぽいっていう感じだったら、そうね、ここの可能性あるわ。いや、こっちの方が可能性ありそうだわ。AI 実験センターってもう気になるけど。まあどっちかだと思うけどな。そんなにでかい施設じゃないんだけどな。
あ、待って待って、複合施設データファームってここに書いてあるんですけど、え、ここで、ここじゃないの？だとしたら全然。え、書いてあるけど、ここにデータファームって。え、あそこでいいの？いいんだったら行っちゃうよ。どうなんだろう。いや、書いてあるし。それともデータファームなんていっぱいあるのかな。そこまで行くのが大変だけど。まあ、いや、とりあえず行ってみないことには。ここに車両はないのね。車両はない。あ、あった。今スタートからどんくらい経ってんだろうね、時間。そう、ちょっとそれが気になってきたよ。いつ何分始めたんだっけな。そして車がこっちに来るのか、来るのか。うん、邪魔くさいな。歩いてこう。水関連の場所。到着？もうちょっと近づかないと何も見えない？てか、あ、でも青い光放ってない？そうでもないか。
そうでもないか。あ、でも待ってるっぽいよ。青い光がなんてどっから放ったか知んないけど。あ、放って、あれか。あ、結果、合ってたからいいや。OK、ごちそうさまです。CQC で敵を排除するだと。ハンドガンであと2人倒す。まずはとりあえずステルス中に排除するをめちゃくちゃとこなさせていただいて。スナイパー？スナイパーだ。そこにも一人。これはですよね。さすがにハンドガンだと分が悪いでしょ。グレネードでしょそれ。ゲッターウントマンに。さて。
お？確かにエシロンとサブマシンガンって言ってもあんのか。で、ハッキング。で、クロムウェルと話す。これまた複合施設に行くのにあれじゃない？敵倒さなきゃダメなやつじゃない？いない？そんなことある？いないってことないでしょ。いるよね、いるよね。そうだよね。あれ？ダメか。そこ。どっから降りよう。力しかないか。危ねえ、危ねえで済むか。見られてるじゃん、まだ。ていうか降りてきた。
よし。あいつはもう CQC で。トイン。なんか。20秒以内に近接攻撃で敵を2人排除する。むちゃくちゃなというな。むちゃくちゃでもないけど。このクラス使ったら結構むちゃくちゃじゃない？前のパンサーとかあったら全然いけるけど。おーっと、1人まあ、いっか。では、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューヤでした。バイバイ。